今回は私が普段使用している VFC 製の Mk18Mod1 ガスブローバックライフルについて紹介します。今回紹介するのは銃そのものというよりは私がどのようにセットアップをしているのかという点に重点を置いて紹介したいと思います。操作に関わる部分、例えばセレクターであったりボルトリリース、チャージングハンドルといった操作に関わる部分については箱出しのまま使用しています。これは私自身が、まだタクトレトレーニングを始めてあまり日が経っていないので、基本的な M4 と呼ばれる銃の操作系統、これをそのまま使用して基本的な部分を学びたいという点があるので箱出しのまま使用していて、ボルトリリース、アンビボルトリリースであったり、あるいは、ストレートトリガーで、速射性を高めるとか、そういったような、変更は加えていません。まず載せている光学機器ですが、こちらボルテックス製のクロスファイアレッドドットになります。最大光量まで11段階の中から光量を設定することができ、私が普段トレーニングをしている東京サバゲーパーク、こちらは地面からの照り返しとか、非常に強いんですが、そういった環境でも全くドットの視認性を失うことなく使用ができています。また私自身雨の中で使用したり、あるいは銃ごと落としてしまったり、ハードな使い方を結構していて、ご覧の通り結構傷だらけなんですが、それでも全く問題なく0円がずれたり、あるいは使用に、支障を来すような故障をしたりといったことは今のところ私の場合ありません。乗せているのは純正のローバーサードと呼ばれる高さの、マウントなんですが、私自身はこのマウントを返した状態で構えても若干頭を下げるだけで正確な見出しができますが、もし自分の、顔が若干大きかったり、あるいは私のように顔を下げるという動作が、苦手だとか、あるいは実際このように顔を下げる動作を必要とするということは若干構えるのにかかる時間が、長くなってしまうということなので、そういう状態を、あまり好きでない方の場合にはより高い高さのマウント、例えば 1.93 であったり、ユニティのファストというマウントも出ているので、そういった商品を使って装着するのもいいかもしれません。続いて、フロント周りのセットアップについて紹介したいと思います。フロント周り、まず、サプレッサーなんですが、シュアファイアのソーコム556と呼ばれるタイプのサプレッサーで、フルサイズと呼ばれる大きさのものを装着しています。こちらのサプレッサーの特徴はサプレッサー後端にあるロック機構をこのように回すだけで簡単に脱着が可能という特徴があるんですが、私の場合にはこのサプレッサーでライトの光が遮られないようにライトマウントを介してライトの位置をレールの先端からさらに先につけているので、サプレッサーを外して使用するということをあまり想定していないセットアップなので、サプレッサーを外すのは基本的にホップアップを調整する際だけになります。トップレール先端には、PEC-15 と呼ばれるタイプのレーザーサイト、こちらを装着しています。またライトを、テープスイッチを介して装着していて、この両者を操作する際にはレーザーを操作する際にはレーザー本体のボタン、ライトを操作する際にはこのまま手を若干スライドさせてテープスイッチを押して点灯させるということをしています。フォアグリップについてですが、フォアグリップであったりハンドストップと呼ばれる製品、いろいろな種類出ていますが、私の場合にはフォアグリップをハンドストップのようにして使うということが一番好みです。私の、場合には銃を、サポートハンド、左手で肩に強く引きつけるということをしていますが、こういった構え方をする場合にはこのように角度がついたアングルドフォアグリップの、角度がついている側を銃の先端側に向けてやることで手をよりかけやすくなりますし、あるいは、ラフに、サポートハンドを置く場合にも、例えばこのように低く手が、当たってしまってもフォアグリップですので
最悪の場合このように握ってやるといったような構え方ができます。ハンドストップですと手をしっかりハンドストップの位置まで持ってってやってレールごと握り込むという操作が確実にできないといけませんので、ある程度ラフに握り込めるという点において私はフォアグリップを、ハンドストップのように使うということを好んでいます。続いてストックなんですが、ストックについては、P5 の、ブラボーストック、こちらを使用しています。このストックの最大の特徴は、いわゆるクレーンストックと呼ばれるタイプのものに比べて頬当ての部分が小さくスリムになっているので、例えば銃を、脇から脇の下に、置いてやってそこから構えるハイリーディーの姿勢から構えたり、あるいは銃を体の横に持っていって走り回っている際にも、邪魔になりにくい非常にスリムな、ラインになっているという特徴があります。逆に一方でマグプロの CTR ストックといった、非常にスリムなストック、スリムさを求めたストックに比べると若干ではありますが頬当ての部分が設けられていて、構えた際しっかりと方法付けをしやすいという非常に両者のいいところ取りをしたようなストックになっていて私は非常に好みです。続いてグリップですが、グリップは BCM の MOD3 ガンファイターグリップと呼ばれるものを装着しています。このグリップの特徴はいわゆるデフォルトで装着されている A1 ピストルグリップと呼ばれるいわゆる M4 タイプの銃に装着されている、緩急品のグリップに比べると角度が垂直な近い角度になっているので、例えば構えてリロードをする際に片手で構えなければいけないという状況でも、手の角度が A1 グリップに比べて力の入りやすい角度になるのでリロードの動作を片手で確実に行いやすいという非常に優れた角度になっています。ハンドガードの後端、体側に来る左側の後端と、銃のロアレシーバーの後端には PTS の、エンドプレートをつけていて、両者ともに QD と、スリングに装着したフックを介してスリングを装着しています。この後端のスリングポイントは、このストックの後端の QD ホールに、つけたり、あるいはこちらに装着している、QD アタッチメントもう、レールの先端であったり中間であったりいろいろな場所に装着できますが、私自身はハンドガードの後端と、ロアレシーバーの後端、この2箇所に装着する状態を、大体好んでいます。このポジションに、スリングを装着することのメリットというのは、銃を構えてスイッチングする際にもストックの後端ではなくこの位置につけることで若干銃の後端を持ち上げてやってまたいでやるだけでスイッチングを簡単にできますし、あるいは銃を体の横に跳ね捨ててやるというような操作をする場合にもこのポジションであればストックを脇の下に入れて、走り回ってもバタつかないので私自身は、この配置が非常に好みです。ただこのストックをどのポジションにつけるかというのは個人の体格であったりあるいはプレイスタイルであったりというところに大きく左右されるのでいろいろな位置でつけて試してみることを私はお勧めします。以上簡単でしたが私が普段使用している麻薬18 MOD1 の紹介を、終わりたいと思います。他にも私が使用している装備あるいは、こんな銃を使ってみてほしい、こんな銃の、セットアップを見たいという要望等あればコメント欄あるいは我々ペンギンズタクティカルの、Twitter などにコメントいただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。